は11年ぶりです。できたらあの上の標本見せてもらえますか。50年前。私のお父さん、おじいさんの方の人が使える時は商売。これで、ね、私はこれ今ない。4000年です。そうそう、これも。そうそう、羽根つけた。反対側に来る時見るの2回。2回。なななちゃん。ちょっと。なんで、はい。ワンエン、ワンエン。
暑いですよ。ありがとうございます。どうぞ。これ暑いよ。はい、ありがとうございます。ちょっと本見せてください。どうぞ。はい、どうもありがとう。これは私です。ダーさんが虫をやらないと、なんか虫困る人いるんじゃないですか。ここで、当てにしてますよ。やっぱり日本語ができないと難しいです。もうすでに小時間もやってないね。あとはそのやっぱり山が危なくて、タクシーの運転手さんからでも嫌がる、怖い。まああとはそれ多分ラーさんがやりたくない理由はみんなわがまま。みんなわがまま、たぶん台湾はね、20年前の時が終わったらしい、生産会さん、新聞人さん、予定っていうのが、平等君さん、そこもなくなるね。今私来てるわけでもなくなる。台湾の状況とクワガタムシはほとんど出せない。でもクワガタムシはね、世界中で誰も飼育できるから、確かに誰も飼育できるとね、商売できない。ああ、なるほど。値段が下がっちゃう。変わりましたよね。昔は高速道路なかったときは風鈴遠かったですけどね、高速道路できちゃったからみんな海峡から来られるだろうと思うんですね。ホットバイでバイクで1台だけ、バイク1台、2人で1台で車の運転怖いです、台湾は。ね、怖い、特に街の中怖い。ラーさんも虫の宣伝をする気で頑張ってきたんですけどね。ラーさんは大体乗り気でないんじゃないかと思うんですけど、お魚と乗り気で。